ノバロッシワールドは、ノバロッシの商標のグローエンジンとラジコン用の関連する製品群で有名なイタリアの模型用小型エンジンの会社である。会社標語は世界最高峰のエンジン。ノバロッシは1984年にイタリアでチェーザレロッシと彼の妻のグラッチ・サバーチによって設立された。 チェーザレ・ロッシは1950年代から模型飛行機用の製造を開始した。ロッシは既存の模型用エンジンの改良で成功を収め、イタリアと世界大会で優勝した。60年代にチェーザレ・ロッシは彼の父から学んだ工学と機械加工の技術で独自のエンジンを製造した。これらのエンジンの製造で成功して弟と共にチェーザレ・ロッシは 家業として始めることを決断した。彼の妻のグラッチ・サバーチと二人の息子であるマリオと、セルジオロッシュとチェーザレロッシュでノバロッシュを設立した。ノバロッシュ製エンジンを備えたロバート・バティの車両ノバロッシュは、エンジン、マニホールド、チューンドパイプ、グロープラグと他の付属品を、すべての無線操縦模型の分野用に揃える。ノバロシは、無線操縦模型、船舶、 航空機において高い市場占有率を保持する。多くの世界選手権ではこれらのが上位に入賞する。会社のスローガンは世界チャンピオンのエンジンでしばしば同社のデカールや医療品に見られる。ノバロッシュは毎年6万台のエンジン30万個のグロープラグを製造する。ノバロッシュの売り上げの90%は輸出で世界中に輸出される。チェーザリロッシは 模型が、イタリア国内での売上比率が、現在の10%から上昇することを期待する。2005年、創業者のチェーザレロッシの息子のマリオロッシがノバルシを離れた。マリオロッシは、イタリアの RC 界の巨人である GRP ガンジに,によって生産される、無線操縦自動車用に彼独自の設計のエンジンを、設計したようなブランドの下で販売する。 2006年12月のバロッシュは社名を、ノバロッシュ SNC からノバロッシュワールド SRL に変更した。ありがとうございます。